ちゃっ、こんにちは、さゆたかさん、全日本の監督が井端監督が2026年まで就任というふうになりましたね。プレッシャーかかるな。まあ井端だったらやってくれると思うけどね。そうですか、タフだから、あいつ。あ、そうなんですね。意外にタフだから。あ、そうなんですね。そうそうそう。となると今年のプレミア中にももちろん井端監督が率いるというところで、はい、もうちょっと気は早いんですが、おいおい井端ちゃん、ね、そうですね、応援してるぜ、本当に、ね、日本の日の丸を背負っていくわけですけれども、はい、いち早くプレミア中に、はい、豊さんだったらこの選手を選ぶということで、ピッチャー、キャッチャー、内野手、外野手選んでいただきました。いっぱいいるな、はい、これこっちを選ぶとこっちが選べないとかさ、まあ、いろいろあるよな、はい、あとはシーズンが終わって11月なので、はい、球団が出さないという場合もありますよね。まあ、出さないし大切にしてる選手もいるし、うん、はい、それもいろいろちょっと考えたから一応ね、して内部事情も、ね、はい、分かりました。じゃあまずピッチャーからなんですけれども、はい、ピッチャー13名です、はい、まず豊さん、はい、はい、いの一番に名前が挙がったのが、まあ、竹内、はい、西武の竹内です、はい、ね、試してみたいな。それじゃあ2026年、はい、WBC があるという、うん、まあ、そうなってくると、まあ、左の軸みたいな、はい、まあ、そういう形になってくれてれば、うん、まあ、いいなという、はい、まあ、その前哨戦として、うん、まあ、経験をさせておこうと、はい、いうようなことで竹内。わかりました。竹内投手は日本代表では先発として、まあ、もちろん先発だな、はい、まあ、シーズン先発で送ってるし、うん、まあ、経験がないところで急に使うっていうのは、はい、まあ、選んだ球団に対しても失礼だしな、はい、そうですね、はい、うん、まあ、ね、今年新人王のなんか俺が監督みたいじゃないだそうですね、はい、あ、いいです、これあの一応井端ジャパンなんですけど、豊ジャパンでもあるので、はい、はい、で、ね、今年新人王の、はい、ね、権利もちょっと、まあ、どうなるか、ね、どうなるか楽しみですけれども ね、まあ、ね、はい、続いて、はい、豊さん声が上がったのが高橋宏斗投手でした。まあ、このピッチャーは、はい、まあ、ポテンシャルだとか、うん、まあ、もう経験済みだしね、いろんな経験をね、はい、ただその抑えとか中継ぎとか、うん、まあ、先発で使いたいピッチャーなんだけども、はい、まあ、どういうところが合うかどうかっていう、まあ、試しもしてみたいよね。先発でももちろん先発なんで、まあ、基本先発だけどもね、うん、抑えでもいけるし、もういけるしな、オールマイティとかどこでもいけますね。まあ、そうだね、はい、さあ続いて高橋遥人、はい、高橋遥人選びたいんだけども、はい、これは球団がやっぱ出さないだろうなっていう、やっぱ怪我系っていうことですか。まあ、怪我系っていうこともあるし、シーズン終わった時点でオーバーホールに入りたい投手だよね、うん、はい、だから無理はさせないから、うん、選びたいけど出せない、残念です、そこは。まあ、それでロッテの、はい、まあ、左が欲しいなということで、はい、鈴木翔太、はいはいはい、うん、まあ、防御率もいいしね、はい、シーズン通してよく頑張ったなって思うし、うん、だからまあ中に入れて、はい、どういう働きをしてくれるか、うん、まあ、それは見たい、ね、まあ、貴重な左の中継ぎということですよね、はい、さあそして東投手、東、はい、ザ安定、そうです ね、このピッチャー選ばなかったら誰選ぶんだそうですよね、まあ、先発としてっていうことです、ね、もうそれだったら床田しかないだろうみたいな、うん、ね、でも床田は選んでない、そうですね、ちょっとやっぱこう疲れもあるかなっていう、あのカープの投手陣、そうですね、中盤疲れてる、でも東も疲れてるよ、これフルで来てるから、あの去年からですからね、うん、まあ、だけどこういう経験もさせてみたいよ、ね、はい、さしておきたいよ、ね、あのね、大舞台でってことですよね、はいはい、さあそして巨人の戸郷投手、はい、はい、まあ、戸郷もね、フルで来てるしな、中読んで投げたりだとかいろいろしてるから、球団が出してくれるかどうかは分からないけども、はい、球界のエースという、まあ、巨人のエースというふうになってきたら、やっぱエースだったら出てきてくれるでしょう、うん、ね、でやっぱ彼のフォークボールっていうのは、うん、まあ、そんなに打たれないと思うし、はい、まあ、ピュッピュッと投げてポッと落としときゃポッポッと終わってくるよピッピが多いですねそうそうそうただやっぱりね、 WBC も経験してますし、はい、でこの戸郷投手は、はい、あの中継ぎ先発どちらで使いたいとかって、いや、それも先発だよ、先発で、うん、ただ、まあ、第二先発っていう考え方もあって、はい、まあ、先発が崩れたところでいけるっていうね、うん、まあ、そういうこともできるだろうなって、器用なっちゃう、はい、はい、次か、あ、はい、初選抜ですね、選ばれるということで、はい、阪神の才木投手、まあ、才木ね、はい、まあ、才木出してくれるかな、岡田さんなら、まあ、フルで来てるし、今年そうですね、
まあ、あのピッチャーポテンシャル高いしな、うん、そんなに打たれるとは思わないし、はい、ただやっぱりこう疲労との、ね、兼ね合いがあるからな、うん、まあ、阪神のピッチャーって、まあ、最近なんか特にそうだけどローテーションずっと守ってきてるじゃない、はい、1回も休まずにね、うん、だから、まあ、そういう意味では相当な疲れは持ってるんだろうけども、うん、経験という意味では経験しといた方がいいな、大舞台を、はいはい、才木投手は中継ぎ、中で使うっていう感じ、まあ、何でもできると思う、うん、中でも使えるし、抑えもひょっとしたらいけるしね、はい、まあ、そんなに立ち上がりが悪いっていうところ見たことないし、はい、スッと入っていけるようなピッチャーなんで、うん、まあ、そこら辺は期待していいんじゃない。なるほど、はい、あと日本ハムから伊藤大海投手、はいはい、まあ、やっぱこう日本ハムのエースとしてね、うん、まあ、投げてきたわけだし、まあ、特別防御率がいいっていうわけじゃないけども、うん、やっぱ気持ちがあるピッチャーだよね、はい、まあ、そういうピッチャーっていうのはいろいろいるけども、はい、まあ、伊藤大海が、うん、まあ、一番そういうものは持ってるから。そうですね、うん、あとどの場面でも投げられるっていうのは、まあ、それといろんな経験をしてるよね、はい、まあ、早いうちから、うん、だから、まあ、若手がいる中で、まあ、彼もまだ若手のうちかもわからないけども、はい、まあ、やってくれるかなというね。そうですね、はい、さあ続いて鈴木空投手ですね、はいはい、まあ、シーズン通してやっぱ中に入って、うん、連続無失点っていうのもね、はい、記録もいろいろついてきたし、うん、まあ、頑張ったかなと思って、はい、だから、まあ、鈴木翔太と並んでね、はい、うん、まあ、タイプ的には似てるんだけども、うんうん、まあ、まあちょっと競い合わせたいなというね。あ、そういう意味でも。そう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 。そう、そして西武の今井投手、奪三振な、はい、やっぱりなかなか打てんだなピッチャー。そうですね、うん、あとやっぱこうハートがあるよね、うんうん、まあ、伊藤大海もそうだけども、はい、だからそういう意味では投手陣をまとめて引っ張っていってくれるかなっていうね、まあ、そんな感じもするしな。ここ先発ですか、それとも例えばロングとかそういうの。彼もまあ先発が一番いいんだろうけども、うん、いろんなところでやってくれそうじゃない。そうですね、うんうん、だからまあ三振も取れるという意味では、はい、やっぱり中に入って大事な場面で投入したいようなピッチャーだよね、うん、ですね。それオリックスから今年も投手、はい、はい、まあ、今年1年頑張ったよね、はい、だからやっぱリリーフとして、うん、まあ、どのぐらい海外で通用するかとか、まあ、そういうのも見てみたいし、はい、ただ投げすぎてるから。そうですね、うん、だからそういう意味ではオリックスがちょっと待ってくださいよっていう可能性もあるしな、うん、そうですね、うん、さあそして巨人の大勢投手ももちろん選びました。抑えだな、はい、まあ、あれだけのボールを投げる人っていうのはなかなかいないからな。そうですよね。あ、いやだから、まあ、大勢が抑えにスッといてくれると、うん、まあ、いいなっていうね。しかも海外で相手タイプの、まあね、サイドというかから球速で行くタイプのピッチャーっていうのはそうなかなか、まあまあそういるタイプではないよね。ですよね。まあ、だけど彼のスピード、落ちるボール、はい、やっぱ安心感あるよね。ありますよね、うん、さあ楽天から早川投手も豊さん選出しました、はい、まあ、左で安定してるしな、うんうん、でまあ、ゲームをしっかり作れるというところがね、うん、まあ、それと先発にこだわらなくても第2先発でもいけるなっていうような感じがするんだよね。スッとゲームに入っていけるようなタイプだし、はい、まあ、頭のいい子だから、うん、まあ、そこら辺はこう状況を見ながら作ることもできるかなっていうような感じがする、ね、そうですね、はい、さあそして13人目最後ロッテの横山投手、はい、はい、まあ、大勢とは似てるんだろうけども、うん、ちょっと変則気味な速いボールを投げる人っていうのは、まあ、海外ではやっぱこう打ちづらさっていうのは多分あると思うんだよね。ありますね。だからまあその変則といえばさ船場様とか、はい、まあ、例えば DeNA の中川とかいるんだけども、うん、ここらはそのボールの力がある、うん、まあ、横山っていうのを、まあ、ちょっと選んでみたいよな。なるほど、はい、あと例えばここに入ってきてない投手で、ロッテの佐々木朗希投手、まあ、これは大事に使われてるからっていうんで、まあ、腹からちょっと外した、ちょっと扱いにくいかなと思って多分声かけてもおそらく球団側がストップかかるんじゃないかと、出さないと。やっぱこうプレミアってさ、はい、国の威信をかけてというか大げさに言うとね、うん、まあ、WBC っていうのはそういう言葉が似合うのかもわかんないけども、はい、まあ、無理するところでもないし、うん、いや無理もお願いできないしさ、なかなかな。でしかもシーズンが終わった直後ですから、ね、まあ、そうだな。それと球団が大事にしてて、あれだけね、うん、大事にしてる選手っていうのはちょっと扱いにくいかなと思って
なるほど。だからエバちゃんの代わりに先に選ばなかったという、エバちゃんが選ばなくてもいいように先に言っとくみたいな。これがまた WBC とかになってくると、ああそれは入ってくるかも。そうですね、変わってきますよね。そうそうそう。さあキャッチャー3名です、はい、じゃあもう3名いっちゃいましょう、はい、坂倉、はい、タミヤ、はい、小林、おおおお、まずまあ、山本雄大が入ってるともちろん小林はいらなかったかもわからないけども、うん、はい、坂倉やっぱバッティングとかでも選びたいし、はい、うん、でタミヤキャッチャーとしてもそうだけども、まあ、バッティングのどちらかというとまだ選手だよね、はい、まあ本当に大事なところは小林がいてくれると安心感あるなと思ってさ、必ずしも出場しなくてもいやもうね1試合も出なくてもいいと思う、うんうん、ただ控えててくれて、はい、それで2人で乗り切れると思ったら乗り切ってほしいし、はい、いやこれは絶対小林の方がいいと思った時にいてくれると助かるというキャッチャーだな、頼りになりますよね。 そうだな、それとやっぱこう坂倉とか、タミヤに対していいアドバイスもできるだろうし、はい、ブルペンに入ってピッチャー受けながらでもそういうことを坂倉とかタミヤに伝えることだって多分小林だったらやってくれると思うから、はい、だからそういう意味ではもう本当に半分コーチみたいな感じだよね。そうですね、うん、それでこうバッテリーを回してくれると小林が中心にまあミーティングなんかやったりとかいろいろして回してくれると小林の力っていうのはそれだけで十分だと、うん、いるだけでのでありますね。まあそうだな、うん、やっぱそれを今年証明してくれたからな、はい、本当にね、確かに、あの存在感というか価値観をね、うん、はい、まあ、ここに例えば甲斐選手であったりとか中村選手が今回はまあ入れなかったっていうのは、タミヤを試したいというのと、うん、坂倉をやっぱり一人前にキャッチャーにしたいというと、はい、まあ、山本は選ばれるんだったんだろうけども、うん、まあ、アクシデントで、はい、まあ、おそらく選ばれない、うん、そうなってくるとやっぱこうね小林という、はいはい、さあ内野手、内野手は7名です、はい、まず清宮選手、はいはい、清宮はやっぱバッティングが変わったし覚醒したし、うん、これからは日本代表の中心になってくれなきゃいけないような選手になってきてるよね。ようやくですね、うんうん、だからやっと今年その片鱗が、はい、見え出してきて、うん、やっぱ打ち方もなんか安定してきて、うん、やっぱここでやっぱ試してみたいよね。そうですね、うん、大舞台で。さあ続いて矢野選手、矢野、うん、これはもう守備を中心としたカードだよね、うん、はい、うん、だからまあどこでも例えばやってくれると思うし、うん、まあ、一番はショートなんだろうけども、はい、まあ、何かあった時の矢野というね、うん、まあ、いうことで選んどくといいなという、はい、うん、ショートの長岡選手、長岡、はい、長岡もやっぱバッティングが成長したし、はい、安定してるよね、うんうん、だからここに守備固めはいらないんだけども、うん、まあ、何かあった時のための矢野がいるよっていう、うん、思い切ってプレーしていいよっていうような感じで、はい、さあそして小園選手も宇田子さん選びました。そうだな、うん、まあ、長岡小園、まあ、矢野も含めてそうなんだけども、うん、二遊間どっちかでもできるよ、うん、はい、うん、だから、まあ、そうやって補っていってほしい選手、うんうん、で小園っていうのは、ね、まあ、広島ではサードやってるけども、サードファーストっていうのは本当に大砲が控えてるからね、はい、だから、まあ、中に入ってほしいっていう選手だよね。そうですね、はい、そのサードとファーストにつくのが、はい、村上選手と岡本選手、はい、まあ、ここはもうって感じですか、ね、まあ、そうだな、まあ、サトゼルも選びたいんだけどもね、はい、この2人がいるとなかなかまあ、割って入るというか、まあ、できないのかなっていう、まあ、サトテル選んでるとさ、まあ、サードと外野もできるから、はい、それはそれでいいかもわからないけどもな、うん、まあ、そこまで困ることもないだろうと思って、うん、まあ、村上と岡本、うんうん、そうですね、ここは外せない。そしてセカンドに牧と、はい、牧選手、まあ、牧はキャプテンシーあるしな、うんうん、だからこの中に入ってもキャプテンやってもいいぐらいだよ、うんうんうん、だと思うけどな、ね、例えば今まで選ばれてた中野選手を豊さん選出しなかったのは、いや中野の実力はもう分かってるから、うん、だからまあ選ばなくても本ちゃんの時に、まあ、中野の名前っていうのは上がってくると思うんだけども、はい、やっぱ試したい選手ってたくさんいるからね。
確かに、まあ、試しもしなきゃいけないので、うん、だからもう固定でずっと WBC まで行くっていうんだったら話は分かるけど、うん、やっぱ試しながらシーズン見ながらでしょ、うん、だから試してみたい選手がたくさんいる、はい、そうですね。となると例えば村上岡本選手はおそらくその WBC で選ばなくてもいいんだよ。そうですよね。今回確固たる実力があるから。そうですね、まあ、例えば石川とかね、中日の、ああはい、ああいう選手を試してみたいとか、いいですね、うん、中日の福永とか、うん、まあ、そういうのも試しても面白いんだけどもね。そうですね、若手っていう意味では。でも、うん、やっぱ柱はしっかりいるチームに、あプレミア12年で、でもね、いやそうなってくると、うん、やっぱこう村上岡本っていう柱はね、うん、欲しいな。あとはまあ球団が村上選手、岡本選手をちょっとやですよね、休ませたいってなればまた変わってくる。でも WBC ではこの2人っていうのは必ず柱だから。そうですね、うん、だから柱という責任感を牧とね、はい、持っててほしいし、うん、だからこういう大会でもしっかり出てきてほしい。そうですね、ということもあって石川とか、ね、試したいけども、まあ、試せない。例えば今年好調なセカンドの吉川選手とかっていうのは年齢的に、まあ、吉川も実力も分かってるし、うん、まあ、今年の活躍を見たら当然全日本クラスだよ、うん、はい、入ってきてもいいよ、うん、だけどこれはもう本ちゃんでいきなりやったって、うん、もう年齢的にも大丈夫っていう年になってきてるし、うん、そうですね。いやだから他の人を試したいとか、ね、うん、よりフレッシュとか。そうですね、はい、さあラスト外野手5名です、はい、まず豊さん、阪神から森下選手選びました。あ森下ね、はい、森下もやっぱ外野の中心になってこれからね、うん、来なきゃいけない選手だよね、全日本でね、はい、うん、だから選ぶし勝負強いし、はいはい、そして万波選手。万波はもう肩だな。そうですね、まあまあ打つこともそうなんだけども、うん、あのパワーっていうのはね、はい、まあ外国人にも匹敵するようなパワーを持ってるし、はい、うん、あとはやっぱ抑止力、万波がライトにいるだけでランナー進んでいかないという、はい、まあ、そういうこともあるしね、うん、だから万波は選びたいね、うん、はい、そして DeNA から梶原選手。梶原はね、はい、これはやっぱ足とやっぱ巧みなバッティングだな、はい、うん、大抜擢。これはやっぱ試してみたいよ、うん、今年飛躍、ね、飛躍したもんね、全日本の一番になれるかな、ね、はい、まあ、そういうところだな、うん、そしてあのこれ近藤選手が抹消されたということなんで、豊さん本当近藤選手入れてたんですよね。近ちゃんは外せないでしょあのバッティングは、うん、そうなんですよね。だから、まあ、例えば怪我もあって辞退しますと、うんうんうん、いうようなことであれば、まあ、他の選手を、まあ、辰巳とかね、うんはい、まあ、選んでいくとは思うんだけども、はい、まあ、例えば日本シリーズまで戦って、うん、まあ、今ちゃんはそれまでは間に合うと思うんだよね、うん、だけどやっぱ治療に専念しますって言ったらそうなってくると思うし、はい、そうです、いや行きますよって言ったら、うん、あじゃあ来てって言って戦うっていうことだよね、うんうんうん、だここはちょっとまだ分からないですね、近藤選手は、はい、で、まあ、あとは辰巳選手、今名前上がりましたけれども辰巳選手、はい、楽天の、はい、まあ、辰巳か、まあ、近本かとかね。あ近本選手、はい、まあ、そういう候補はあるよね。例えば中日の岡林選手とかっていうのは、じゃあ辰巳と近本、うんうん、岡林って言ったらどうする。まあそうですね、近本選手だったり辰巳選手っていうになってくるでしょ、ね、うん、そう、まあ前半悪かったしな。そう、そうなんですよ、前半がね。あと水谷選手は、まあ水谷もいや面白いよ、うん、性格的にやっぱこういう大きな舞台というか、はい、合うとは思うけどもね、うん、ちょっとまだ守備がついてきてないな、うん、あ守備という面で、うん、うん、なるほど。あと周東選手、豊さん、これはやっぱ足だな。足は、そうですね、まあ、足とやっぱそこそこバッティングもね、うん、あの周東良くなってきてるし、はい、ただやっぱこうスペシャリストは置きたいよね、一人。そうですね、足のスペシャリスト。いやだから、まあ、周東のスペシャリスト的な部分っていうのはもう了解済みじゃない、みんな了解してるじゃん、はい、もう分かってる、うん、そうしたら磯畑とかね、あ、はい、うんうんうん、代わりに経験させるために、うん、日本ハムの磯畑、はい、これも早いから早いですよねいやだから磯畑だな、うん、だ、あの安定感という意味では周東選手だけれども、いやもうこれはもうね実証済みだし、うん、でかい大会
経験してるし、はい、もう実証済みだからもう別に見る必要はないんで。そうですよね。だったらだったら磯畑でもいいなっていうふうには思ってるけど、うんうん、そうですよね。やっぱ2年後3年後っていうところを見据えた時にそういった若手の選手で可能性ある選手を使いたいっていうふうに思いますよね。俺周東がすごいところって、はい、並木も磯畑もめちゃくちゃ速いんだよ。ヤクルトの、うん、はい、でもね足に故障を抱えるんだよね、シーズン中必ず。確かに。でもシュートはあれだけ足速いのに、うん、やっぱ故障しないんだよ、うん、名馬なんだよ。そうですね、うん、だからこういう大会に連れて行ってフルに動かしても故障しないから安心感ある、はい、あ、そういうことか。そうそうそう、そうですね、まあ、それだけに磯畑っていうのを試してもらっても面白いけど。そうですね、若い選手の可能性というところを試したいというのはありますよね。そうね、分かりました。あの、ね、前回の、まあ、直近でいうと WBC ありましたけれども、そういった国際大会よりかよりフレッシュなメンバーになりましたね。まあ、フレッシュさは大事だよ、うん、はい。まあ、例えばいろんな人の名前を、ね、出してきたけど、うん、まあ、岡本、村上、うん、ほら分かるよね、うん、もう誰も言わなくても周東、近藤ちゃん、うん、こんちゃん、こんちゃん分かるよね。分かります。でも見てみたいのは梶原であったりだとか、まんちゃんであったりだとか、うんうん、森下、前山の右京選手は、あ、選びたいけどな、うん、だからまあその競争だよ、うん、だからこんちゃんがいいですって今回はちょっと勘弁してくださいって言うんだったら、うん、前山右京っていう話も出てくるだろうしな、うんうん、楽しみですよ、見てみたい、まあ、辰巳もちろん、はい、辰巳もあるだろうし近本も出てくるだろうし、うんうん、ね、近本と前山、いや阪神だったら、いや前川をお願いしますよみたいな、しかもちょっと休ませたいっていうかもわからないし、はい、だからまあそこら辺はいろんな球団との、ね、話し合いとか駆け引きとか、うん、まあ、いろいろあるだろうけども、はい、まあ、そういう大会でやっぱ本当に力が出せるのかとか、はい、まあ、見たみたい選手っていうのはたくさんいるよね。いますよね、はい、で今回豊さん見送った、おそらくダメだろうと、あの阪神の高橋遥人投手も今回は無理ですけど、これ2年後だったりとか、その2026年とかそういったところには必ずきっと名前が入ってくる投手、入っているぐらい維持しててほしいな、うん、あそこまで力もな、怪我せずにっていうことですよ ね、はい、さあ豊さんに、ね、プレミア12の出るであろう選手をちょっと予想、まあ、豊さんが個人的に選出っていう気持ちがこもってますから。もちろんそうだ。そりゃそうだよ。そうですね、ここから何人選ばれるのか、佐々木朗希なんか入れたいけどね、うん、まあ、だけどやっぱこう出さない、うんうん、まあ、実力も分かってるしな、もうね、見なくてもそうですよね、うん、そうそうそう。さあ一体この中から何人選ばれるのか、はい、あの皆さんもぜひコメント欄に皆さんの考えるプレミア12の選手たちを書いて、ね、まあ、そうだね、なんか盛り上がってくれるといいなというふうに思います、はい、イバちゃんが参考にしてくれるといいそうですね